名人伝、中島敦志。蝶の簡単の都に住む貴将という男が、天下第一の弓の名人になろうと志を立てた。貴将は百歩を隔てて竜陽を射るに百発百中するという弓の達人、比叡を訪ねてその門に入った。貴将はまず2年間比叡から瞬きせざることを学び、次に3年間見ることを学んだ。やがて白身を見れば馬のような大きさに見えるようになった。貴将がこの域に至ると、比叡は射術の奥義秘伝を貴将に授けた。奥義を極めた貴将はある日、ふとよからぬ考えを起こした。比叡を殺してしまえば自分が天下第一の名人であると。だが貴将の試みは失敗した。後悔する貴将を許した比叡は、天下一を目指すなら寛陽老師のもとへ行くように彼に勧めた。貴将は早速寛陽を訪ねた。寛陽は貴将の腕前を見るとこう言った。一通りできるようだが、それは所詮社の社というもの、汝は未だ不社の社を知らぬと見える。不社の社にはいかなる迷宮もいらぬ。老人は貴将の目前で手ぶらで立ち、見えざる矢を無形の弓につがえ、満月のごとくに引き絞ってひょーっと放つと鳥が落ちてきた。貴将は驚き、9年の間貴将はこの老名人のもとにとどまった。9年後山を降りてきた時の貴将の顔つきを見た比叡は感嘆して叫んだ。これでこそ天下の名人だ。我らのごとき足元にも及ぶものでないと。貴将は簡単の都に戻っても弓を手に取ろうとしない。その訳を尋ねた一人に答えて、貴将は物憂げに言った。死は夏なく、資源は源を去り、死者はいることなしと。なるほどと、物分かりのいい簡単の人々はすぐに合点した。弓を取らざる弓の名人は彼らの誇りとなった。彼の死ぬ1、2年前のこと、貴将は知人の家で一つの器具を見た。その器具も使い道も思い出せぬ貴将はこの器具について尋ねた。最初は冗談かと笑っていた主人は、やがて真相を知ると恐怖に近い狼狽を示して叫んだ。ああ風刺が、古今無双の社の名人たる風刺が弓を忘れ果てられたとや。その後当分の間、簡単の都では画家は絵筆を隠し、学人は質の弦を断ち、交渉は菊を手にするのを恥じたということである。おしまい。補足。1942年発表、中国の春秋戦国時代の書、烈士を主な題材にした弓の名人になることを志した貴将の生涯を描く短編小説である。貴将は本当に名人になったのかは今も解釈が分かれる作品。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。